ロッテオリックス20回戦、今日は OB の初島清さんが始球式のバッターとして登場されました。まさに天王山、ロッテとして見ればこの6連戦、2位のオリックス、3位楽天を迎えるところ、そしてオリックスも3ゲーム差、3連勝はしておきたい、そんな戦い、まさに天王山の第1ラウンドになりました。ロッテの先発は石川 M でした。立ち上がり福田にヒット、2番の宗、初球でダブルプレー。立ち上がりはいかがだったでしょうか、黒木さん。ボール悪くないんですよ、あの低めにしっかりとコントロールできましたよね、ゴロも多かったし良かったと思うんですけどね。そして3番 DH でスタメン復帰の吉田もファーストゴロに打ち取って、初回はゼロで切り抜けました。一方オリックスは山崎福也、ここまで6勝を挙げています。荻野はセンタープライ、山崎はいかがだったでしょうか。非常にこうリラックスしてね、力抜いて切り返しが早く、ピッチングフォームよりもボールが速く見えたピッチングでしたよね。2回まで0対0、石川エイムと山崎福也、ゲーム3回に動きます。オリックスはランナー2塁に置いたんですが、ただここは福田セカンドゴロ、ランナーは3塁に行って宗当たっているんですが、この打球はライト山口の正面、オリックスはあと1本が出なかった。一方でロッテはその裏直後、下位の先頭の山口、高めを一振りで仕留めました。これすごかったでしょ、上からね引っ掛けような感じでね、素晴らしいホームランでした。久々の第9号のソロホームラン、首位ロッテが先制点を挙げます。これが今日の初ヒットでした。4回になりますとオリックス吉田正尚の2打席目は逆方向、これサードが横っ飛びしてるんですが、シフトの逆をつく復帰後初ヒット、そこからチャンスを広げてバッター D 岡田、その前の時は今のボールで三振なんですが、今度はその初球をスリーランホームラン、実にこれがプロ16年目の通算200号ホームランという D 岡田でした。これで逆転3対1。山崎福也は安定感がやっぱりありましたね。ありましたね、本当に非常にこう力を抜いてるんですよね。でリリースの瞬間だけ強くボールを離すんで、バッターなかなかタイミング取れなかったですね。はい、打たせて取る、そんなピッチングが続きまして、ロッテ打線山口のホームランのみに4回まで抑えられます。ただ5回にフォアボールを実は3つ出すという山崎福也に突如乱れまして、ロッテは大チャンスだったんですが、2番の佐藤俊也粘ったんですが三振で、このピンチを山崎が踏ん張りました。3対1とオリックスリードで折り返して6回、石川は6回も行きまして、2アウトまで取ってから紅林、第9号が出ました。このホームランで4対1、これは大きなホームランでしたね。難しい球ですけどね、よく肘たんで、ね、打ちましたね。山崎福也は5回でマウンドを降りて2番手の比嘉なんですが、ロッテとしては早く1点でも返したいケースで、キャプテン中村翔吾が6回先頭バッターで右中間の3塁打、そしてレアード、この当たり行ったからという感じの角度もあったんですが、 T 岡田スパイダーマンキャッチという感じでしょうか、ネットによじ登るように取りました。犠牲フライで、しかしロッテは4対2とその差を2点詰めます。ロッテは石川から7回はハーマンにスイッチ、そのハーマンランナー3塁に置いて、今日先ほどヒットを打った吉田がこれもシフトの真ん中を通過する復帰後初打点のタイムリーで今日2安打、5対2とまたリードを広げたオリックス。8回にはヒギンスが上がります。佐藤俊也のこの打球、いい当たりも福田がこのキャッチ、レアードもランナーに出ましたが、安田はヘッドフライに倒れて、なかなかあと1点というところ、反撃の1点がつかめません。千葉ロッテ9回は平野石久がマウンドに上がりますが、ただその平野からヒット、フォアボール、ランナーを貯めて岡は三振、そして今シーズンホームランを打っている荻野だったんですが、一発出れば同点シチュエーションでライトフライに終わりまして3アウト、試合終了。
3ゲーム差あったロッテオリックスの天王山、第1ラウンドはオリックスが勝利して首位ロッテとのゲーム差は2に詰めております。ロッテはライオンズ戦連勝したんですが、ここはストップとなりました。